皆さんこんにちは。マップカメラ YouTube チャンネル、いつもご覧いただきありがとうございます。本日新製品のレビューとなります。こちらですね、ニコンから発表されましたニッコール Z28 から 400mm F4 から8の VR のこちらのレンズをご紹介していきます。こちらのレンズ、先に先行レポートでのご紹介もさせていただいておりますが、なんとですね、Z マウント初の 14.2 倍のですね、ズームになっています。28mm からこのように伸ばす 400mm まで、この1本でこなすことができるレンズです。いろんなフィールドにこれから行楽シーズンで持ち出される方も多いかと思いますので、どのような写真が撮れるのか、そしてこの高倍率ズームで画質などもどうなのか見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。ではそのまず実写に入る前にですね、今ニコン Z6II につけているんですけれど、外観も見ていきたいと思います。このような感じでズームができますよっていうのと、ズームレンズやっぱりこうやって伸びるとこはですね、下に向けてるとこう伸びちゃうレンズもあったりするので、こうロックがちゃんとつくようになっている感じですね。で、横のボタンとかは特についていなくて、ここにですねマニュアルフォーカスのリングがついていて、フィルター径は 77mm になっています。このフードが結構面白い形をしているかなと思いますね。角型フードを搭載していて、収納するとこのような形ですね、縦になるっていうものになっています。これズームリングをこう操作した時にも邪魔をしないよっていうような設計にされているようです。やっぱりこのレンズの一番いいところは、この28から 400mm っていうのを1本で使えるところなんですけれど、 28mm だとやっぱり結構寄りたいシーンも多いと思います。これで 28mm のワイド端で 0.2m 20cm まで寄ることができるので、どこら辺まで寄れるか見てみたいと思います。ただレンズがこれぐらいのサイズあるので、ほぼあのレンズの先端でピントが合うような感じになるかなと思います。ほぼこれ結構当たっちゃうことがあるので、ちょっと話でこうやって撮ってあげると感覚がつかみやすいかなと思います。で、今そうですね、どこにピント合わせるかすごい難しいですけど、じゃあちょっとこうしようかな。今ですね、こんな感じの写真になってます。ちょっと怖いちょっと怖かったですね。でも重いかなって思うんですけど、こうやってやって片手で撮っても全然あの持てるし、さっきあのみんなで触った時にもあの話してましたけど、手ブレ補正がとても効く印象ですね。結構発色としてはなんかみずみずしい感じもするかなっていう印象ですね。で、あんまりこう基本的にこことここら辺、前群と後群がこことここぐらいに集中して作ってあるんで、バランス感がこうズームしてもあんま変わらないっていうところは結構いいかなって思いますね。手が疲れたりしないので、 200mm から 400mm まで全部 F8 の投資になってます。なのでだんだんこう暗くなっちゃって、ちょっと使いづらくなっちゃうなっていうのがあんまりないっていうのもポイントですね。例えばこれからの、まあ、こういうレンズだと運動会とかを撮られる方も多いかなと思うんですけれど、例えばじゃあ運動会撮るときにシャッタースピードをこう決めて撮りたいってなったときにも、こうちょっとズームしたりとかして F 値が変わらないので、そのズームしたときだけ F 値が暗くなっちゃってシャッタースピードが変わっちゃうとかっていうところが、そういうモードを使ったときにも起こりづらいかなと思うので、そういうところもいいかなと思います。山吹撮りたいと思います。これからそうやって山吹みたいな植物だったり、あとはアジサイとかもあるので、アジサイとかだとやっぱり全体でこうバーって咲いてるやつだったりとか、それ1個にフォーカスしたりしたい時っていうのに、こういうズームがあるとすごく使いやすいかなっていうのと、あとは寄れるので、例えば梅雨時期のアジサイ撮るってなった時に、上から撮っちゃうとちょっとレンズ影になってしまいますけど、横からこうやってバリアングルして撮ってあげたりした時に、何より使い勝手のいいレンズかなって思いますね。
あとですね、今日みたいなこういう曇りの日、これから天気がちょっと不安定な梅雨とかも入ってくると思うんですが、防塵防滴に配慮した設計になっているという点もポイントかと思います。一応ですね、メーカー公式にも多少の雨ぐらいなら大丈夫って書いてありますので、傘差しながらだとは思うんですけれど、そういう時にも片手でこう覗きながら撮って、傘差しながら覗きで撮るっていうこともできるようなレンズになるかなと思うの で、こうやってやってバランスが先ほど申し上げたように変わらないので、傘差しながらこうやって見て、これ傘ですね、傘差しながらこうやって見てこういうふうに撮れるっていうのも、あの手が痛くならなくていいかなと思います。で、最短が 28mm で 20cm ぐらいまで寄れるので、ちょっと前玉がこれでもう 20cm ぐらいあるので、前玉はギリギリまでピントが合うようになりますね。ここもっと寄れます。ちょっと当たるかな当たらないかなぐらいまで寄れるんですけれど、こんな感じで撮影することができますね。ここも大きなポイントかなと思います。この28から 400mm というレンズですね、初めての方にもおすすめかなというポイントがいくつかあります。まずはこの様々な画角がこの1本で楽しめるというところです。例えば広角で撮ってみたり、望遠で撮ってみたり、例えば圧縮効果っていうのを使おうと思うと 400mm で遠くのものをと近くのものをこうギュッとまとめてあげるっていう撮り方もできます。この 400mm っていう画角を楽しむためだけにレンズを揃えようとすると、すごく高価格帯のレンズになったりとか、逆に使いづらいレンズが多かったりとかっていうことが多いので、そういうのを F8 っていう、比較的この中では明るい画角で使ってあげられるっていうのは一個大きなポイントかなと思います。やっぱりすごく寄って撮影ができるっていうところも、写真を撮ってもっと寄るとどうなんだろうっていう時に試しやすいかなと思います。そして何よりこのサイズ感で収まるっていうところですね。で、あんまり重くないので疲れないっていうところも大きいかなと思います。はい、ではですね、皆さん気になっていらっしゃることも多いかと思います。24-200の 4-6.3 とこのレンズ、どのような違いがあるか見ていきましょう。まず写真見ていただいています。こちらの桜の写真ですね。今、これがですね 28mm で撮った写真になります。両方とも画角を揃えて撮っています。全体的な絵の印象としてはあまり変わらないかなという感じですね。24-200に関してはですね、アルネオコートをしてあるっていうところで、若干コントラストのつき方だったりっていうのが上かなと感じました。そしてですね、 200mm にした時の画質がこちらになります。まず200-6.3 の状態と200-F8 の状態ですね。解像力に関しては違いがあまり見られないかなと思いますね。オートフォーカスの速さなどが若干違ったかなという印象でした。やっぱり一段明るいだけで後ろのボケの出方は違うかなと感じました。しかしですね、このレンズ2本比較した時に、やはり画角のアドバンテージは今回ご紹介している 28-400 の方があるかなと感じました。重量ベースで考えると 725g と 570g と、やはり画角が増えている分だけ若干重くはなっているんですけれども、それにしても 400mm まで使えるっていうのは、しかも F8 で 400mm 使えるっていうのは大きなメリットかなと感じます。で、これフルサイズを使っていらっしゃる方もそうですし、 APS-C のユーザーの方にも恩恵があると思います。実はこの28-400mm APS-C モード 1.5 倍すると最大 600mm まで使えるようになります。このサイズで 600mm の望遠を使うことができる。そして STM の静かなですね、モーターの搭載しているオートフォーカスも入っていますので、野鳥撮影なども楽しむことができる1本なので、それがこの1本で全て揃うっていうところが大きなメリットかなと思います。あとですね、このようなズームレンズ使われる方は、こう直進ズーム対応しているかなって気になる方も多いと思います。実際に先行レポートの方でもコメントなどいただきましたけれど、ニコンの公式としてはあまりこの直進ズームに対応したものではないよということでしたので、ご使用の際はご注意いただければなと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。今回ご紹介いたしましたニコンニッコール Z28-400mmF4-8VR、 こちらのレンズですね、詳細は概要欄に載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。マップカメラ YouTube チャンネルでは、皆様からのチャンネル登録や高評価、コメントお待ちしております。今回ご紹介したこちらのレンズ気になったよっていう方は、ぜひ高評価ボタンで教えていただければと思います。またマップカメラの公式 LINE アカウントで皆様からのお友達登録をお待ちしております。お友達登録いただいた方はですね、マップカメラ .com との会員連携をしていただくと、よりお得なお知らせをお届けできますので、ぜひそちらもお待ちしております。
マップカメラの運営するフォトシェアリングサイト everybodyphotographer.com では皆様からの写真の投稿もお待ちしております。これからですね、大型連休であったり夏休みであったり楽しみな予定目白押しかと思います。ぜひですね、こちらのレンズをご購入いただいて楽しんできた写真を我々に見せていただければと思いますので、ご投稿お待ちしております。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。ちなみに、はい、もし自分でこのレンズ持ったら、はい、どこに撮りに行きたいとかありますか？ニコンのこのレンズでしょ？品川？